飛べないホタルは、小沢あきらみによって執筆された、童話作品シリーズのタイトル。また同シリーズ第1巻のタイトルでもある。全12巻。2019年1月時点で、シリーズ累計発行部数は170万部を突破している。1967年頃、富山県の小学校教師であった小沢が、いじめをなくそうと思い、学級新聞にホタルの童話を書いたのが始まり。 しかし、第一回となる物語の内容そのものにはいじめを示すような内容は登場しない。あくまでも他とは違うホタルの心情を描くことでいじめられる子供の心情を暗誘させ、その心をイメージさせて自らがいじめられる子供の気持ちや立場を理解できるようになることを目的とした物語として執筆されている。そのため、この物語は、 小沢の勤務する小学校の中でのみ、校内放送や教師による校内劇にして上演された。しかし、発表当時はそれ以上のムーブメントにはならなかった。物語そのものも、やがて忘れられていった。1987年頃、小沢は、様々な学校での勤務の後、最初に、当作を上演した小学校へ校長として戻ってくることになる。その時、 同校では再びいじめ問題が、顕在化し、教師や保護者の間で問題となった。対策に頭を悩ませていた面々に、ある母親が、昔、校内放送でやったホタルの話をとの声が上がった。母親は小沢が、一般教師として勤務していた頃に、同じ小学校に通っていたおじいであった。その勧めもあり、 クラスでこの話を聞かせると子供たちの様子が一変する。帰ってきた子供たちは親に対してこの物語のことを話した。そのうち親たちはこの物語を全校の児童にもっとたくさんの子供たちにと PTA で小冊子を作ることを思い立つ。また小学校の放送委員の児童たちによってこの物語を題材にした校内放送番組が制作された。 この動きがマスコミに注目され、ハート出版が物語に注目。全国出版の動きが一気に加速され、1988年にシリーズ第1巻、飛べないホタルが出版、発売される。その後、いじめがなくなる童話として注目され、1989年に NTT ウォーズ局において、物語朗読テープ放映のテレフォンサービスがスタート。 1995年には、ピッピ飛べないホタルというタイトルでアニメーション映画化された。また、東京書籍の刊行している小学4年生向け道徳要服特本にも掲載されている。全国学校図書館協議会選定図書指定作品。また、ピッピ飛べないホタルは、声優養成書 CHK 声優センターにテロを読くアフレコ用の教材として使用されている。これは、 同センターの上位組織にあたる芸能事務所であるオフィス CHK が制作委員会のメンバーとしてこのアニメ作品の制作に携わったことに起因している。飛べない、ホタルホタルたちの不思議な夜、月見草の祭り好きの船、星の林に月さんの歌ホタルたちの見た夢、天灯虫たちの夜阪神大震災が背景。森からのお便り中学3年生の少女が共著。 水辺の親となほとかごを重油流出事故が背景。星月夜の川べり多発する青少年の自殺が背景の共著。銀色の森山上がりの岸辺完結編友情出演。ありがとうございます。